IBC 岩手放送、株式会社 IBC 岩手放送、IBC 岩手放送、陶器情報人名、株式会社 IBC 岩手放送、岩手ブロードキャスティング CEO、LTD は、岩手県を放送対象地域とした、中波放送、AM 放送事業とテレビジョン放送事業を、県営している、特定地上機関放送事業者である。略称は IBC、 岩手県や岩手日報などが出資し、設立された。全国紙、地方紙問わず、県内で公読されているすべての新聞ラテ欄では、IBC 岩手放送ではなく、IBC ラジオ、IBC テレビという表記である。地元の岩手日報では、テレビ欄は当初、IBC テレビと表記していたが、リモコンキー ID 掲載時から、IBC と略称のみで表記する形になった。なお、 岩手日報ラジオ欄は従来通り、IBC ラジオと表記。また、林県青森のデイリー東北は、IBC ラジオ IBC テレビ、東欧日報は、ラジオ欄のみ、IBC ラジオ。なお秋田伊佐尾新報は、IBC 岩手放送、読売新聞岩手、青森、秋田、宮城版は、岩手放送、IBC テレビ、スポーツ放知北、東北版と、東欧日報。 第 2TV 面は、岩手放送。企業、団体は、当時の名称。出展。月曜未明1時4時を除く24時間。1日の起点は、新聞発表の上では5時だが、IBC の公式サイトや番組表では3時となっている。開始ジャンクションアナウンスも3時前に行っている。また、毎週月曜日は4時前に開始アナウンス。 日曜深夜イコール月曜未明一時に終了アナウンスがある。AM ステレオ放送は実施されていない。なお、12月25日、ラジソン放送日及び1週間後の1月1日、元日が月曜に当たる場合は、放送を休止しない。岩手県内に競合局は少ないが、FM 岩手と NHK のみ、IBC ラジオは、岩手県内ラジオ局の中で常に、 全放送時間帯トップの聴取率を維持している。かつて IBC ラジオでは、レーティング期間になると、エネルギッシュィークと題して、各番組から、豪華プレゼント等が用意されていたが、近年岩手県内ラジオ局は、レーティング対象から外されたた、エネルギッシュィークは実施されなくなった。岩手県は、山岳地帯で、戦術の通り親局、中継局の出力が弱いことから、 主に沿岸部で南朝地域が多い。総務省が AM ラジオ放送を補完する FM 中継局に関する制度整備の基本的方針を公表した2014年以降、全国的に FM 補完中継局が開局されており、2015年の山田 FM 中継局開局以降、南朝地域への FM 中継局開局を行っている。 釜石放送局の送信アンテナはもともと漁業無線局だったため、日本国内の放送局としては珍しい T 型を使用していたが、新しいラジオ送信所が新日本製鉄、釜石製鉄所の敷地内に完成したため、旧送信所は2006年6月末にその役割を終えた。2006年1月23日より、ニコ地域南。 聴取対策として一部番組がカシオペア FM を通じて再送信されている。ただし番組内に内放されている JRN 及び NRN のラインテープネット番組は著作権法、双方の規定上再送信ができず、それらが入る時間帯はフィラー音楽を流している。なお、IBC がニコチックに FM 中継局を設置してからは、 カシオペア FM で再送信される番組は夕方の一番組のみとな、いる。2011年5月16日より、岩手県でもラジコ試験配信開始。2012年3月31日までは、東日本大震災復興支援の一環として、IBC ラジオがラジコにて全国配信されていた。現在、2015年10月1日以降のラジコによる、 IBC ラジオ配信は岩手県内のみ。なお同じ財政民放ラジオの FM 岩手は2015年9月30日までは、ラジコによる配信を実施していなかった。2012年月31日までは、東日本大震災復興支援のため FM 岩手も、ラジコで全国配信されていた。共に、楽曲、J-POP を流すフィラー番組。 放送時間は編成の都合で不定期に変更される。東日本大震災による岩手県、宮城県、福島県のアナログ放送終了延期に伴い2012年3月31日まで継続。CH 番号 V は垂直変パジ社制作番組は減少傾向にある。以前は入成校以外の帯番組にも取り組んでいたが現在はなし。 レギュラーのゴールデンタイム番組制作については長らく言っていなかったが2014年5月から水曜日に我が町万歳を編成している。ネット番組は所属する TBS 系のほか、テレビ東京系の番組も一部放送。一時期は積極的にテレビ東京系番組を増やしていたが近年は TBS 系番組主体に戻している。 独立 UHF 局の番組も放送することがある。深夜アニメの放送に関しては、これまでは、マクロス F や K 音、ON、などの劇場版公開に伴う強制ネット扱いの作品のみに止まっていたが、最近では、ラストエグザイル銀翼のファムマイナスや AKB0048、など深夜アニメも放送されるようになった。ミッドナイトシャッフルと、お天気見ちゃお、は、 放送設備の点検などにより、不定期で早く終了をないしは放送休止になる場合がある。月曜引く金曜15時50分16時44分の番組は東日本大震災の影響で一時休止の後13時55分から14時50分に放送されていたが、2011年7月1日から通常通り放送。2019年3月28日まで。 放送されていた平日午後の放送枠は2019年4月1日より、午後スマ、ま、ゴーゴー、スマイル、放送開始に伴い、月曜日く水曜よ10時25分11時20分等に枠移動。岩手初の生ワイド情報番組、初代キャスター林洋一、西条幸子、前田昌司、菅原由美子、前田昌司アナウンサーが長く司会を務めた。 中国残留日本人孤児を取り上げた番組として注目された。主キャスター加藤久俊、氏、西条幸子メインキャスターに、詩人の高橋翔八郎を起用した。他は、テレビ東京の本放送終了後に放送。他、岩手めんこいテレビ会局まで、丸はミッドへ移行された番組は、現在もミッドで放送中他、 岩手朝日テレビ開局まで、丸はやっとへ移行された番組、は、現在もやっとで放送中、増印ヒット作戦1、2、3増印ライバル対抗大合戦、は放送せずほかほか。テレビ岩手開局後も引き続き放送されたもの、ほか。IBC のアナウンサーは、長年、男性が、報道制作局報道部、女性が、 ラジオ局放送部に配属という変則的な配置だったが、気候改革によって1990年頃にアナウンス部の前身であるアナウンス研修部が創され、アナウンスセンターを経て現在に至る。また、開局当初の要請に高橋慶三が関わった。詳細は684号参照。地震発生時からしばらくは JNN 排他協定により TBS 発の 報道特番を放送した。テレビ報道の体制が整うまで若干時間を要したこともあり、IBC ローカルの割り込みは発生当日の夕方以降から順次やれた。その後通常編成に戻り始めて、次第に IBC 発の報道特番が多く放送され始めた。毎日夜を含む1回は震災情報岩手として1時間ほど放送される時間がある。その他に IBC ニュースエコーを通常通り放送したり、14日から18日の9時55分11時の枠では、IBC 安否確認情報として IBC ラジオと再マル放送したりと、積極的に自局から情報を伝えていい。自社制作の報道特番は、テレビ岩手より多い状態である。L 字型画面も TBS 発のものに被せて独自で表示させている。また、ラジオで、 安否情報を放送していることもあり、テレビでは、ラジオとのサイマル放送を除いて、安否情報は放送されなかった。また、銀行の臨時窓口開設情報、避難場所の情報なども蓄次放送された。3月14日からしばらくは、早ズバ。生卵、昼帯。の11時台、N スタのローカル枠を単発扱いで臨時ネットしていた。また、 TBS ニュースバードは深夜は、もちろん、18日から4月1日までは、毎日14時前後から1時間から2時間ほど、再放送枠などをすべて休止して放送されていた。現在も10時前後から約30分間と16時20分前後から約20分ほどでそれぞれ、震災情報を岩手ふるさとは負けない。と題し、午前は、IBC ラジオと同時放送、 午後はニュースエコーとは別に震災情報を放送している。また3月31日までは通常の深夜番組を休止し、JNN 深夜最終ニュース番組終了後、昼夜で震災関連情報を放送した。地震発生時はワイドステーションの放送中、厳密にはワイドステーションの CM 中だったため、そのまま報道特番に移った。 番組を担当中だった、神山博樹、風見公栄の両アナによる緊急アナウンスが数分続けられた後、報道部内のスタジオへと放送が切り替わり、以後、照井健アナと第二スタジオから移動した風見アナが中心となって、情報を発信した。神山アナ、防災士の資格を持っているは、直後に壺根を離れ、甚大な被害を被った大船渡市へ渡り、その晩から、 現地の情報を伝え続けた。JRN の報道特番を一旦挟んだ後、加藤久俊、瀬谷義子の両アナによる第二スタジオからの放送となり、以降は全アナウンサーが入れ替わりで、スタジオに入り、途中からフリーアナウンサー、後藤理子が加わる。JRN の報道特番を除く、全時間帯で毎正時ごとに、岩手日報、IBC ニュースを挿入しながら被害状況。 安否情報を放送し続けた。各地の被害状況は、神山や684レポーターが被災地に赴いて伝えられたほか、東部支社長で、地震発生時は、宮古市に滞在していた、江畑平三郎、県南支社長で、市の関市に滞在していた、田中康夫、以上2名はアナウンサーも森岡本局に入って、現地の状況を伝え、 通信網や交通が遮断されていた場所に関しては、その地から森岡市に渡っていた一般市民をスタジオに迎えて状況を伝える形が取られた。この編成は3月16日早朝まで続けられた。また、通常編成に戻ってからも、ローカル枠はすべて番組名はそのままだが、ネット番組を除き内容のほとんどを安否情報や生活情報に割いた。 3月21日からは特別番組、震災情報岩手ふるさとは負けないを編成し、10時11時、テレビとのサイマル放送。ラジオは朝から、ラジオ内の枠を、転用と20時22時、柿井、ラジオアミューズメントパークは、放送休止、25日は、フィーチャリング、愛を1時間短縮に、集中的に安否情報、生活情報を放送した。 夜の枠における放送は25日で終了したが、朝はその後も時間短縮を経ながら6月30日まで平日のみ放送が続けられた。また、安否情報を送るメールアドレスはワイドステーションのものが使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。